浜松市の93人、次いで静岡市の53人などとなっています。新たなクラスターは3件で、死者の発表はありませんでした。静岡市はオミクロン株 BA5 の感染者が県内で初めて確認されたと発表しました。市中感染とみられますが、市は特別な対策は不要で、 これまでどおりの感染対策を続けてほしいと呼びかけています。